皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ゆるま中部大学と申します。我々はですね、先ほどからの放送であった通り、入間市にある入間基地からやってまいりました。我々はですね、入間基地に所属している隊員で、構成されている太鼓部部活動であります。あんまり長々と話してもしょうがないかなと思いますので、簡単に曲の紹介をしてすぐ始めたいと思います。1曲目、青き空という曲を演奏いたします。これはですね、この前、航空自衛隊が60周年迎えまして、それを記念して作られた曲です。最初にヘリが飛び出して、さまざまな航空機がこの今ちょうどですね、青い空となりました。青い空を飛び回るというようなイメージで作られておりますので、そちらの方も、見ていただけると嬉しいと思います。それでは早速ですがお聴きください。青き空。向こうでじゃない。なんでお尻向けてんの。いい感じ。1曲目お聴きいただきました。青き空でした。空をいろんな航空機が飛び回っている様子が皆さんの目に浮かんだのではないかなと思います。で、思いませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてですね、やまびこという曲をお送りいたします。この曲はですね、中心から
外に向かって、あの山の上で、ほーと言うと、やっほーと帰って、あの山彦を、イメージして作られておりますので、内側から外に向かって、どんどんと音が響いていく様を表現しております。それでは、よろしいでしょうか。では、お聞きください。山彦です。2曲目お聴きいただきました。山彦でした。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。すぐさん、我々自衛官ですので、体は思った以上に鍛えているかなと思うんですけども、やっぱり皆さんですね、囲まれて演奏するとどうしても、気合とともに力が入ってしまって、ちょっと息が上がって情けない話ですが、一生懸命演奏いたしますので、よろしくお願いいたします。続きまして最後の曲となりました、楽しいと書いて楽という曲を演奏いたします。この曲は、知っている方もいるかもしれませんが、我々が楽しく演奏したいとの姿を見て皆さんも楽しくなってもらいたいというコンセプトで作られた曲ですので、皆さんも最初から手拍子をくださいとは言いません。長いですね。途中から楽しくなってきたなと思ったらバッと手拍子を入れてもらえるとすごく楽しくなります。あとですね、前の方、うちの隊員がですね近づいてくるかもしれません。その時は、びっくりせずに手を変えてあげてくれると隊員も喜んでもっと大きな音を出してびっくりさせようとしますので気をつけてご覧ください。それではお聞きください。ラックです。